皆さんボンジョルノ、りっちゃんですよー。なんとここにですね、前に使った不発のメントスコーラが余っています。え、まさかの再利用？今回はですね、炭酸が抜けていてメントスコーラすらできない、使い道のないコーラを持ち運べるコーラに変身させちゃいます。とやー、開演前の YouTuber みたいな企画だな。というわけで、コーラをペットボトルに入れます。あれ、前回は缶じゃなかったっけ？ペットボトルのが実験に便利なんだよ。アルギン酸ナトリウムを準備します。これは、みんな持ってますよね？いや、持ってねえよ。このアルギン酸ナトリウムを、炭酸が消滅したコーラの中に入れます。分量は、適当です。各自計算してください。何これ、再現性1ミリもない実験かよ。そしてめっちゃ頑張ってシェイクします。炭酸が入っていると大惨事になるので、やっぱり、使い道のないコーラを使用して正解でした。炭酸が抜けたコーラに対して失礼すぎるだろ。軽く混ぜただけじゃ、ダメダメです。蓋をしっかり閉めて、きちんと溶けるまで振ります。その後、粉が全部溶けたら空気が抜けて、透明になるまで置いておいてください。10分間シェイクした結果、こんな感じになりました。分量増えてないか？多分気のせいです。そして20分放置した結果、こんな感じになりました。やっぱ溶けきってねえじゃねえか。次に、もう一つの液体を作ります。使うのは、乳酸カルシウムという物質です。これもみんなの家にありますね。いねえよ。この乳酸カルシウムを、水の中に入れていきます。ペットボトルがゼロカロリーコーラなのは、特に意味はありません。無駄にややこしくしただけかよ。そしてシェイクします。さっきのコーラと違って、こっちは、めちゃくちゃ簡単に混ざります。というわけで、3つの液体が完成しました。3つ目は、水道水です。これで準備が整いました。作ってみよう、基本編。まず、レンジにアルギン酸水を入れて、カルシウム水の中にゆっくり沈めます。沈めたら、カルシウム水を動かさないように、ふわっとレンジを外します。好みの硬さになったら、水道水のボウルにくぐらせて、出来上がり。こんな感じで、持てるようになるみたいですね。まあ、私はいつでもモテモテですけどね。このモテるじゃねえからな。というわけで、やってみましょう。今回も第3の手が発動しています。そのスプーンだと小さくないか？りっちゃんが持てる大きさは、これぐらいです。そして、カルシウム水につけます。これ、大丈夫なの？多分、ここで固まってるんだろうな。説明書には、ここで2、3分待つって書いてありました。いや、レンジを外すって書いてあったぜ。そういえば、そうでした。では、スプーンを外してみましょう。大丈夫かな？頑張れ、頑張るんだ。ここで負けるんじゃないよ。何このしょうもない応援。いけー。生まれたー。これを、2、3分置くと、いいみたいですね。ついでに、もう一つ作ってみました。今度はコーラのキャップで作ってみます。こっちのが、綺麗にできる気がしました。なら説明書通りレンジ使えばいいのに。綺麗なまん丸になるかな？そこそこ。そこそこの、そこそこですね。さっきよりまともだが、そこそこだな。そして、水につけたのが、こちら。見てください見てください。超微妙じゃない？空間一個潰れてんじゃん。せっかくなので、持ち運んでみました。なんで潰れてる方を持つんだよ。あ、落としちゃった。今度は綺麗な方を持ってみましょう。おい、これこぼれてるぞ。これじゃあ水筒代わりにならないじゃねえか。最初から必要性皆無だろ。